皆さんこんにちは、エルザです。今回は6桁の電話番号を使って謎解きをしていく 2D アドベンチャーゲームストレンジテレフォンの続きをやっていきたいと思います。さあ、だいぶ煮詰まっておりますちょっと振り出しに戻るというか、最初のところからいろいろ動いてみようかなと。お墓とかね、いろいろ気になるものもあるしね。使えません手紙と結晶は何に使うんだ。あとね、高身長の人なんか見てるっていう人いたから、その化け物のところにも行きたい。それだったら右側が良かったかもしれないな。これまさかのさ、そんなことないよね、さすがにね。しかもランプも見つけないといけないんだよね。これ青の結晶ガラス、これ溶かすとか出てくるかな、もしかして。ガラスなのか結晶、結晶だから多分違う気がするけど、溶かすのかな。違うらしいね。様式の絵もね。あ、やばい、番号見てなかった。多分、多分これでいいはず。一気に飛ぶはず。あ、いいところ。忍者だから多分ね、なんかね、忍者に関するもの渡して、交換持ってから、お、キュート。消えちゃった。押すともう、あー、なるほど、そういうことか。ポストだ。そういうこと。はい。入れちゃえ。いるのだろうか。うん、謎やね。184740マークしとくか。看板もあるしね。で、この手紙の送ったら忍者の男の子のところに届くのかな。で、会話聞いてくれるようになるかな。誰かが手紙、やっぱそうだね、手紙届いてるんだ誰かが手紙を届けてくれたようだ。マフラーの隙間から笑みがこぼれてる。よかったね。ゲーム機を手に入れた。メーカー不明の昔のゲーム機。え？誰かと遊ぶってこと？メーカー不明のゲーム機。え、でもなんかゲーム使えるようなのあったっけ？こう、ちょっとずつ進んでる感はあるけど、確信なかなかつけないって感じかな。ちょっと書庫見ようか。とろけると、ラムネ味。まだ、そうね、隙間があるからな。なんかできそうな感じはあるんだけどね。
でも結局その鍵は見つかってないからね。鍵。あの目ん玉くんにも全然会えないな。ぐるぐる回る子もよくわかんないしね。え？これさ、どうなるんだろう。あ、あ、これもやっぱりエンディングなんだ。グラハムとなんか分断されるみたいなこと言ってたから、あーで分断されて何もできなくなったっていう展開なんだ。あーエンディングは3つ目です。3つ目な3つ目なんやけどさ、全然先がさ先いかねえなー。いやぶーついというか、いつその当たり引けるのかが分からなさすぎて。月明かりが綺麗。あ、見える。双眼鏡を通して月を見ると目の前が一瞬だけ真っ白になった。創世の石184760。創世の石だって。あれ、俺5050って言ったよね。違うな。違うな。間違えたな。違う。右進んでるから。で、創世、あ、これだ。貴重な月の石。これ燃料かな？もしかしたら。可能性はあるな。使えないんだよな。一体誰に使えばマジで一体誰に使えばみたいな展開なんだよな。これではない、使えない。創生、これはどうですか。お、え、何、あれ文字なんかちょっと違うよね。おー、なんかいる。石を渡せ、石を渡せ。はい。おー、なんかもらった。黒い鍵、読みがあれば光も存在する。あー、もうなんかここは特殊部屋的な感じか、もう。あー、だってさ、多分ね、番号的にね、記憶できないやつじゃないかな。6だった、なんか数値がちょっとあれだったけど。え、もしかして、黒色の鍵。はい。
おお、開いた。マジで。え、マジで。おはよう。え、寝落ち。え。夢落ち。マジで。いや、でも違うな。はい、ということで一応クリアですね。マジか、こういう感じになっちゃうのか。そっか、じゃあ、でもさ、なんか、出れたかって言われるとちょっと怪しい感じだったよね。まあ、ちょっと飛ばそうかな。まあ、とりあえず、エンディングが今の二つ目っていう感じだね。で、ちなみにこのその他を見てみようかな。ネタバレすごかったら、消すけど。はい。あ、権利表記とかそういうことね。はいはいはい。なんだ。裏の話でしたね。チョコ。さあ、ただね、オブジェクトがまだ見つかってないやつがあるんで、まあ、今回はちょっとここまでにしておいて、次回、このハテナとか、まだ集めきれてないアイテムとかね、ちょっとそのあたりを探しに行こうかな。はい。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まあ他にもね、いろんなゲームの動画とか解説、攻略なども随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。